おはようございます。 KTC 放送局の健太店長です。夜見てくださってる方はこんばんは。はい、というわけで今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ね、1月4日ですもん。はい、早いもんですね。新年明けてからもう1月4日ですよ。はい、早いなぁと思いながらね、新年の話関係ねえな新年明けたからってわけじゃないんですけども、ちょっと携帯の調子が悪くてですね、はい、まあ年も明けたしっていうことで僕携帯変えてきました。はい、これですね、じゃじゃん。どっち向きだ、こっち向き。はい、ギャラクシー S10 ですね。ギャラクシー S10、 はい、これに変えてきました。まあ割かしね、なんか新しい目だとは思います多分。うん、そんなに僕電子機器、うん、そんな詳しくないんですけど、多分ね、まあ新しめなんじゃないかなと思います。ギャラクシー S10 に変えてきました。はい、まあね、まあもう前回使ってた携帯が2年半以上使ってたんで、ちょっとバッテリーのね消耗がちょっと激しすぎて、まあ全然持たなくなってたっていうのと、あとフリーズが多発してですね、まあ再起動とかね、強制シャットダウンをまあなんかもう毎日のように、使わないといけなくなっちゃって、まあとにかくちょっとね調子が悪かったんですよ。はい、でまあ新年ね、年も明けたっていうことで、もう思い切って携帯変えちゃうかっていうことで、ちょっと携帯を変えてきました。はい、ね、まあ今月ね、もうあと残すところ20日ぐらいか、うん、で僕またカリフォルニアに行くので、ちょっと調子の悪いままのねスマートフォンで行くのはちょっと心もとないなってこともあって、まあいろいろ重なってね、よし変えようっていうことで変えた次第でございます。はい、でね、僕正直スマートフォンって安いやつでもいいんですよ。はい、まあそんなになんかゲームいっぱいやったりとかするわけでもないし、まあ YouTube の動画撮ったりとか、あとはもうメインが LINE ぐらいか、はい、それぐらいなんで、まあ、別に安くてもそんなに問題ないんですよね。はい、なんでまあ昨日 au ショップの方行って、まあ、大体本体価格2万円ぐらいのやつを最初持ってったんですよ。これに機種変更したいんですけど、みたいな感じで。うん、で、僕、ポイントが結構溜まってたんで、まあ、相殺すればほぼほぼ実質本体代金0円で買えるよっていうぐらいが2万円だったんですね。で、まあ、持ってったんですけど、au ショップのお姉さんが、手続きの時に、本体はこちらでよろしいんですかみたいな、なんかギャラクシーのもっとしょぼいやつだったんですよ。はい。あ、全然まあ何でもいいっすよ、っつったら。でも今、お客様が使われているスマートフォンよりか、かなりスペックが落ちますけど、大丈夫ですかって言うんですよ。僕が使ってるスマートフォン、これかなり古いんですけど、これよりか、スペック落ちるんですかって言ったら、いや、かなり落ちますね、って。結構これ2年半前とはいえ、多分当時最新目の機種だったと思うんですよ、みたいな。いや、僕わかんない。もう勧められるがままに買ったんで、ちょっとよくわかんないんですけど、あ、そうなんですね、みたいな。で、バッテリーの持ちとかも多分かなり落ちますよみたいな、っつって、今使ってるやつよりかもバッテリーの消耗激しいやつになっちゃうのは嫌だなってことで、どうしようかな、でもあんま高いのお金も今ないし高いの買いたくねえなーって言ったら、ちょっと待ってくださいねっつって、それで持ってきたのがこれだったんですよ、ギャラクシー S10。 うん、あんま高いの買わされるんだなーなんて思いながらね、でもまあバッテリーの持ちがね、悪いの買うよりか、どうせ長い目で見たら、まあね、バッテリーの持ちが良くて、スペックいい方が長持ちするだろうし、どうせ分割で買うし、そっちの方がいいのかなーなんて思いつつね。で、お姉さんこれ持ってきて、これいくらですかって言ったら、9万いくらだったんですよ、これ。9万いくら高いなーって、スマートフォン、いやー、スマホに9万いくら高いなー、まあでも分割だから、って言ってたら、これちょっとね、皆さん、こっから僕、この動画の本題なんですけど、スマホの料金プランね、格安スマホ使ってる人はちょっともう、また別の話なんですけど、まあ、僕一応 au 使ってて、まあ、料金プランね、まあ、自分でもね、ちょこちょこ
なんかそのサイト見てプラン見てはいたんですけど、あのね、料金プランちょっと皆さんね、もしかしたら見直した方がいいかもしれないですね。もう見直してね、これ以上もう無駄省くとこないよっていう人はね、もう大きなお世話かもしれないけども、ちょっとね、スマホあんまり疎い人とかね、なんかそれなりに適当に契約したよって人いたら、料金プランね、ちょっと見直した方がいいかもしれないですね。というのもですね、まあ9万いくらするっていういう話だったじゃないですか、今言ったのね。でお姉さんに9万ちょっと高いなっったら、でもね、お客さんちょっとね、料金プランをちょっと私今見たんですけど、みたいな。かなりね、料金プラン、まあ、ちょっと言い方悪いけど、ちょっと無駄なプランに設定されちゃってるっぽいんですよ、みたいな。いや、そうなんですか、みたいな。なんか結構、変えた当時は、なんか、それなりにお客様に合ったプランで、みたいな感じで案内されたんですけど、つったら、いや、ちょっとね、当時は合ってたのかもしれないんですけども、今はかなり無駄になってて、で、2019年の6月かな、うん、ぐらいにね、新料金プランが出たらしいんですよ。はい。で、まあ、それも相まってか、お客様今ですね、基本料金だけで月8000円ちょいぐらい払ってるんですよねって言うから、あ、そうですね、まあ、基本料金だけで僕8000円ちょい払ってますって言ったら、ですね、基本料金、半額以下になりますって言うから、マジでつって、つって、僕ね、Wi-Fi 環境下じゃないと、基本的に動画って見ないんですよ、僕。はい。なんでね、1ヶ月の使用ギガ数、データ使用量が僕1ギガいかないんですよ、俺。1ギガ行く月もたまーにあるけど、ほぼほぼ僕1ギガ以内なんですよ。だけど契約してたプランが7ギガのプランだったんですね。でもね、2年半前は、なんかその7ギガぐらいのプランって、そんなになんかおっきい容量のプランじゃなかった気がするんですよ、確か。うん。だけどその間になんかいろいろプランが出て、今1ギガのプランがあるっていうんですよね。そうすると、スマホのその本体代金抜くと、基本料金3000いくらだって言うんですよ。はい。込み込みでね。うん。マジでつって、なんか約5000円ぐらい下がるんですよ。そうなんですかつって。で、まあ、そこにこの本体代金の分割代を入れたとしても、まあ、込み込みで6000いくら。だから、今お客様が払ってらっしゃる料金よりかも、2000なんぼ下がりますよと。この本体代金の分割込みでも。マジかと思って、そうなのつって、で、挙句の果てに僕、スマートフォン以外にも、まあ、ちょっと、若干見栄で購入したタブレットがあるんですね。まあ、今は動画撮影のメインになっているのが、このタブレットか、こいつ、このタブレットなんですけども、まあ、当時は見栄でね、お客様タブレット持ってますかって言うから、もちろん持ってますよ、つってね、そのなんか流れで、新しいタブレット買っちゃおうかな、みたいなね、見栄張って買っちゃったタブレットなんですけども、このタブレットのプランも見直すと、1500円ぐらいプランのね、基本の月々の料金下がりますよ、みたいな。マジでと思って。だからこれの本体代金の分割込みでも、まあ、8000円から6000円、2500円が下がるでしょ。で、タブレットが1500円下がるから、約僕4000円下がるんですよ、月。はい、それだけで。ね。これね、まあ、僕携帯2年半使ったんで、普通に考えるとですよ。じゃあまあ、5000円月変わったとするとだよ。5000円じゃねえか、4000円か。月4000円変わったとすると、1年で僕4万8000円無駄に料金払ってたことになるんですよね。はい。で、2年で、まあ、4万8000円 ×2 なんで、4人が8の、8に16の、9万6000円か。僕2年間で9万6000円無駄に払ってたんですよね。スマートフォンの月々の料金、1ヶ月にすると高々4000円かもしれないけど、僕2年で9万6000円も無駄に払ってたんですよ。プラスアルファ僕2年半だったんで、いくらだ？プラス半年分出すと、だから俺11、2万ぐらいか。6、24だから、まあ、12万ぐらいですね。だ僕携帯代2年半で12万ぐらい無駄に払ってるんですよね。はい。俺なんて無駄なことをしてしまったんだろうと思って。12万ですよ。まあ、ねえ、そんな、12万って言ったら俺、海外旅行だって行けちゃうじゃないですか。むしろ俺今月行くカリフォルニアビジネスクラスで行けたん違う？うん。ねえ、まあ、ビジネスクラスにすることはないと思うけども、
12万って言ったら結構っすよね。えサプリだってプロテイン何キロ買えるんだってぐらいの無駄ですよね。はい、だからもっと俺この二頭筋だってもっと成長したかもしれないですよ、この12万があればね。どうしよっかな、どうしよっかな、ちょっと高いからこの今回 EAA はパスするかとかね、見送った EAA が変えたわけですよね。いやだからね、ほんと何が言いたいかっていうと、あのスマホの料金プランちょっと一回ね、見直した方がいいかもしれない皆さん。はい、12万円ですよ、12万。何にも残らないものに僕12万も過剰に払ってたんですよ俺。使ってもいないギガに、宙に浮いた6ギガに僕12万円も払ってたんですよ。めちゃくちゃ無駄ですよね12万って。金持ち連中からしたらね、何が高が12万よって思うかもしれんけど、僕ニートですから。はい、ニートにとっての12万ってね、人の生き死にだよ、生き死にに関わるもう金額ですよ12万つったら。はい、いやこれ昨日僕ね、しばらくまあその A ショップのね、機種変更手続きの時しばらくちょっとね心が痛かったんですよね。なんて無駄なことをしてしまったんだと思って。はあ、だからちょっとね新料金プランも結構出てるみたいなんで、ぜひちょっとしばらくプランの見直ししてない人いましたら、プランの見直しをね今すぐ実行してくださいね。オンラインからでもプランの見直しできるし、変更の申し込みもできるんで、まあ僕は他のキャリア知らないんですけど、 AU しか使ったことないんで、他のキャリアでもね全然いくらでもそういう見直しとかあると思うんで、ぜひちょっと皆さんはね、タブレットスマートフォン持ってらっしゃる方持ってるはずだけど、機種じゃねえや、機種変更じゃねえや、プランの見直し、検討してみてください。もしかしたらすごいねお金浮くかもしれませんよ。はい、というわけでですね、そんな感じで僕は新年早々ちょっと打ち止めされました、そういうお話でございました。皆さんどうかプランの見直しを今すぐよろしくお願いいたしますなんか携帯ショップの回し物みたいになってる。はい、というわけで KTC 放送局のケンタ店長でした。さよなら。はい、ね。